立派な二層式の高架駅。さあ、ここは東京都葛飾区京成線の青戸駅です。今回はこの青戸駅から車する京成線、都営浅草線、京急線を通して走る電車の最短電車に乗っていきたいと思います。今回は前回の最短電車とは異なり、クイズ形式にはしません。というのもめちゃくちゃレアな電車だからです。京成線などが関わる4社直通運転はとにかく距離が長いことが特徴。一番長い距離を走る電車は成田空港から京成線内をずっとこのように走っていき、押上、そして都営浅草線を経由して泉岳寺、そこからさらに京急線で蒲田、川崎、横浜、上大岡などを越えて最終的に京急久里浜線の三崎口まで行く電車となっております。さて、こんなにも長距離を走る電車がある中で最短の電車とは何でしょうか。正解は品川行きです。この青都始発の品川行きが京成線、都営浅草線、京急線を通して走る電車の最短電車となっております。しかし品川行きは基本的には京急線の横浜方面から走るもの。京成線から向かう品川行きとは一体どういうことなのでしょうか。その点も調査していきたいと思います。さあ、入線してきました。こちらが今日乗車する普通電車の品川行きです。はっきり言って謎運用ですから、京急が自分で処理をするということでしょうか。京急の線型車両での運行、終点の品川駅まで乗車していきたいと思います。さあ、青戸駅を発車。京急線の車両は本当に加速がいいですよね。どんどん速度を上げていきます。では早速ですが、とても珍しい車内放送を聞いてみましょう。京成線では以前は車掌さんによる手動放送しかありませんでしたが、最近になってタブレット端末から流す車内放送が導入されました。タブレット端末を使用しているため、古い車両でも簡単に流すことができます。この電車は普通品川行きです。次はどうでしょう。これはとても珍しい放送なのではないでしょうか。担当している声優さんは東京メトロの放送もやっておりますが、東京メトロは品川を通っておりませんので、やっぱり品川という単語をこの方から聞くのもあんまりないことですね。さあ、現在電車は川を横断しております。東京の東側を走る路線はどれも川を渡ることが特徴です。川はどこを走っているかの基準ともなりますし、鉄橋の音もいいですから、私はとても好きです。さて、電車は間もなく八広駅に到着します。八広駅は押上線の中で唯一待避設備のある駅。この電車も待避を行うようです。最短電車ですので品川まで逃げ切ってほしいという思いもありますが、そうはいかず一本何かに追い抜かれます。八広駅の配線は結構面白いですので、それについてもこの後お話していきたいと思います。八広駅に到着。一本通過待ちを行います。上り電車が八広駅で通過待ちを行うときには下りの本線上のホームに停車することになっております。ですから下り電車、今ちょうどイエローハッピートレインが入線していますが、この下り電車については待避線に入線する形となっております。上り電車のためにわざわざ待避線に入っていく下り線、こういうのはどちらかといえば地方の単線のローカル線で見るような景色ですから、東京で見るのは珍しいのではないでしょうか。その間に3400型が通過。では八広駅を発車。押上線内での待避はこの1本のみ。この先は終点の品川まで先着していきます。見ていただいて分かるように、下りの本線を完全に通るような配線となっています。さすがに平面交差になることは避けられていますが、それにしても下り電車は若干のスピードダウンになってしまっているのではないでしょうか。今後地下鉄直通のスカイライナーが運転されるような時が来るならば、ぜひその時には改善されることを望みます。前方には東京スカイツリーが見えてまいりました。スカイツリーというと東部のイメージが強いですが、都営浅草線及び京成線も押上駅を通っているため、アクセスは十分にできます。むしろ都営浅草線も京成押上線もまさかこの押上の地にスカイツリーが立つなんて考えてもいないでしょうから、花ボタです。京成引き船駅を発車すると、次は押上に停車します。この区間は東武と同じく引き船を発車して一気に坂を下り、地下鉄のホームに停車するという構造となっております。そして電車は押上に到着。押上駅は京成線が管理する駅となっています。直通運転をしている東京の地下鉄はだいたい
橋の駅を私鉄に取られがちでして、特に副都心線は和光市も渋谷も他社線が管理する駅となっております。押上からは都営浅草線です。押上駅を発車、この先は都営浅草線を泉岳寺まで走行していきます。都営浅草線は地上区間がないことが特徴の路線。地下鉄はこのチャンネルでも紹介したい気持ちは山々ですが、何しろ使える映像が少ないですので、なかなか実現できていないのが現状です。まあ、今後は何とかして皆さんにご紹介したいと思います。浅草線内は一駅だけご紹介。こちらが浅草橋駅です。中途半端な駅だなと思うかもしれませんが、この駅は終電の終着駅となっており、京成線の高砂始発浅草橋行きが運行されております。折り返し線が設けられておりますので、輸送障害時に浅草橋折り返しの電車が運転されることもあります。浅草橋の次は東日本橋です。中途半端な品川行きですから、途中駅は降りる人ばかりで乗る人はほとんどおりません。車内はどんどん空いていくばかりでした。まもなく電車は泉岳寺に到着。この泉岳寺駅は都営が管理する駅で、京急側はナンバリングすらも設けておりません。ただ品川から泉岳寺を京急が所有することによって運賃収入が大幅に増大しますから、京急にとっても大切な駅となっております。浅草線から京急線に乗り入れる電車のほとんどは快特やエアポート急行となっておりますから、普通の表示が見られるのはとても貴重。京急線の普通電車は6両編成までしか入れませんので、下りの品川行きならではのことです。泉岳寺を発車してまもなく電車は地上に出ます。東京の下町押上から一気にオフィス街の品川まで移動してきました。同じ東京なのかと疑問に思うくらい景色がまるで違います。品川止まりということで、やはり車内には私が乗車していた号車には 2,3 人しか乗っておりませんでした。蒲田横浜方面に来た人は皆泉岳寺で後の電車を待っていたようです。または反対側方面3番線から48分発普通浦和行き。品川止まりであるということで、いつもより車内放送が長め、快特、エアポート急行、普通の3種類の乗り換え放送をされておりました。品川駅のホームにも多くの人が待っております。品川ユーザーの人からすれば超外れの時間帯です。なんと快特が14分も空いてしまうということです。この電車は品川に到着した後はどうなるのでしょうか。はい、ということでお疲れ様でした。品川駅に到着です。本当ね、横浜とかに行く人にとっては本当に不思議な感覚がするような電車だなと思いました。所要時間もまあ45分程度ということで比較的短めです。電車の行き先は回送となっていますね。ただ電車等は引き続き横浜方面を向いているということで、この電車はとりあえずは横浜の方に向かうということでしょうか。ちょっと気になりますね。電車の扉も閉まりました。発車ベルも流れ、運転手さんも完全に横浜方面を向いております。後の電車が迫っておりますので、そうそう長く品川に座ることはできません。ということで電車も動き出しました。この電車はどうやらとりあえずは下り方面に向かうようです。まあ、どこまで向かうかは正直分かりません。まあ、下り方面に向かうなら旅客列車にすればいいのにとも思ってしまいますが、この電車は回送として下り方面に向かいました。ということで今回は京成、都営、浅草線、京急を通しで走る最短電車を紹介しました。最後までのご視聴ありがとうございました。